ポール・ギュンター・ローレンツ・パウル・ギュンター・ローレンツ、アルゼンチンでは、パブロ・ローレンツは、ドイツ生まれで、アルゼンチンで働いた植物学者である。チューリンゲンのコラで生まれた。イエナ大学、エアランゲン大学で進学を学んだ後、1853年から、ミュンヘン大学で、カール・ネーゲリの下で、植物学を学んだ。コケ類を専門とし、ヨーロッパ各地で植物の収集を行った。 バイトリガツアビーラギー・ウント・ケイングロフィ・デアムースの論文で1860年に博士号を得た。1960年から1969年のアイダミュンヘン大学で働き、1964年に準教授となり、1970年にアルゼンチンのコレドバ大学の植物学の教授に任じられ、アルゼンチンに移住した。 1871年から1872年にかけて地質学者のステルスナーと共にトゥークマンの山岳地帯やカタマルカ州を探検し採集したコケ類は自ら研究しその他の植物はアウグスト・グリーゼバッハに送りグリーゼバッハは研究の結果を1874年にプランテロ・ーン・チェニーのタイトルで発表した1972年から女子となった ゲオルクヒエロニウムスと共に、フフイ州の北部、サルタ州から、グランチャコ、ボリビアの低地地域の植物の調査を行った。この探検で集められた植物は、グリーゼバッハのシンバリーアドフローレムアーゲンティーノムに記載された。シガ類はクレンペルヒューバーによって研究され、チー類はミューラーによって研究された。アルゼンチンにおける植物地理学の先駆者と評価されている。 1874年に政治的な理由でアルゼンチン北東部のコンセプシオンデルールグアイに移り博物学の講師となった。1879年にニーダーラインとリオネグロ州への大草原の探検を行った。1881年に監視官でコンセプシオンデルールグアイで没した。青い花の俗名、ローレンナやパイナップル科の種でユターコニアロレンツアナなどに 県名されている。サンフェルナンドデル・バジェでカタマルカの植物園、パルケ・ボートニーコ、アンディーノポール・ギュンター・ローレンツに名前が付けられている。ローレンツは、植物の学名で命名者を示す場合に、パウル・ギュンター・ローレンツを示すのに使われる。ありがとうございます。